ユナに話を聞いてみねば。あの人が野営を叩いて。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。お叔父上が自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛みいるぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。またいつでもお越しください。地方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。お叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこか分かるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。
生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか。覚えてるか、武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。すまん、初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様のお祝いに皆会いたかった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、小松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は？時期暗くなる。出発はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す？どうやって？策を出すのはお前の役だろう。うん、砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しをあげる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。呪しが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。飛び越えられぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。し、
せっ、うまくいった。これは使い手があるな。前の岩場に渡そうだ。菅笠衆はどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。내기좀하신다아휴지휴지휴지지하루유웨탱탱
Oh.
て入った。戦に備えろ。合点だ。酒井様、無事のようだな。ええ、なんとか。外におる。助けに来てくれると思ってた。勝負しろ。腰を上げて竜像を入れよう。でもいい。死竜像、いつでも来い。門を開けねば。
くれると信じてました。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。All right.